また音声のみの動画を一つですね。第6章はいよいよお金の引き寄せっていうのを僕なりに話をしようかなと思う気持ちになってるんですけど、とりあえずまだ第5章なので、ですね、なんて言えばいいんですかね、前に進むことができない。これ言いましたけど、例えば子供の頃に発表会で失敗しちゃってね、発表会で失敗しちゃって、みんなに笑われた経験がある。で、もしかしたら先生も笑っちゃったかもわかんないってね。それが元で人前で自信を持って話すことができないみたいなね。これはなんですか、自己啓発を自己啓発に関心を持つと、多分こういったなんていうんですか、例ですよね。だから要するに過去に立ち返って、で、何かしてその現在を乗り越えていく、それがポジティブであるというところで話は終わっちゃうんですよね。だけど、その時その時の流行で、例えば幸福になる2つの言葉っていうのが流行った時があったんですよね。その2005年ぐらいだと思うんですけど、もう10年前ですね。で、何がミソかっていうと、その嫌なことに対しても、ありがとうっていうね、ありがとうって、水前寺清子じゃないけど、ありがとうっていう、通常、なんていうんですかね、自分が望んだことを他人がしてくれたら、申し訳ない、ありがとうございますなんていう言葉が自然と出てくると思うんですよね。だけどそうじゃなくて、例えば自分をいじめてくるような人もいるわけですよ。世界広いですからね。そういった事態に対して、ありがとうとかサンキューとかね、嫌味の一つなんだろうけど、で、それによってその負のスパイラルが断ち切られるんじゃないのかっていうような話なんですね。だから、マイナスでなければ、ちょっとずつプラスになっていくわけですからね。そうすると、生きるコツっていうのか、なんかこうしてるといいことが、いいことばっかりだなんてね、そういった状態になるように思うんですよね。だから、第6章からはいよいよお金の話をしますけれども、とりあえずまだ統合のワークとかね、明日仕事がないので、はい、以上です。